今回は相対参照と絶対参照をやっていきます。それではウルトララーニングのフォルダにある4番相対参照と絶対参照の Excel ファイルを開きましょう。そしたらですね、このようなファイルが出てきました。これは今までと同じく安倍さん安藤さんの国語英語社会そして合計点という風に書いてあるところがあります。で、オートフィルの時に説明した通り合計点のところが空欄になっているので、まずはそこを解いていきましょう。相対参照と絶対参照はそれの後に紹介をしていきます。まずはここをサム関数でオートフィルをして先ほどのように解いていきましょう。イコールサムタブを押して安倍さんの国語英語社会ですね、必ず社会も含んであげます。で、この状態でエンターキーを押します。そうするとですね、145と先ほどと同じですね。ここをクリックして右下のところをカーソル合わせ、そしてダブルクリックですね。そうするとオートフィルができました。これは先ほどやったオートフィルそのままじゃないかと思うかもしれないんですけども、次のところで説明いたします。この絶対参照のところをクリックしましょう。そしたらですね、今度安倍さんの点数に100点ボーナスが全員分含まれるようになりました。なので全員に100点をあげたいんですね。そうするとサム関数、今までこういう風に縦とか横で隣同士になっていたんですけども、合計点を100点出さないといけないので、ちょっと離れているところを選択しないといけないです。その場合はコントロールを押しながら選択してあげると離れているところも選択できます。まずやってみましょう。合計点のところをクリックしサム関数ですね。そしたら国語英語社会、ここまでは先ほどと同じです。ここの全員得点ボーナス離れているので、コントロールを押しながらクリックを押しましょう。そうするとですね、この離れているところも簡単に選択ができます。なぜ複数選択できるかというと、サム関数はですね、このように間まで区切られると離れているところも複数選択ができるようになっているので、カンマクリックしているのと同じ状態ということですね。難しいことを考えずに離れているところを足し算で使いたいというときはコントロールを押しながらクリックすれば大丈夫です。そしたらエンターキーを押して解いてみましょう。そしたら245点と出たので、先ほどの145点に100点が追加されて245点ということですね。同じようにダブルクリックしてオートフィルしていきましょう。右下のところを合わせてダブルクリックですね。そうするとですね、ここのところよく見ていただくと32点とか54点とか明らかにボーナス得点入ってない人がいるんですね。で、これ中身見てみると F2 を押します。そうするとですね、青いところ見てください。ここしっかり合ってるんですけど、赤いところがこのようにずれてしまいます。これは全員分そうなんですね。先ほど説明したようにオートフィルすると青いところもずれるし赤いところもずれてしまいます。これは場所に関係なく必ずこのようにずれてしまうという風なことが起きます。これがオートフィルの相対参照ということなんですね。一個ずつずれてしまうという行為です。今回は全員に100点ボーナスあげたいので、この赤いところはどんな状況でもここから絶対に動かないようにさせてあげる必要があります。それを絶対参照と言います。それではやっていきましょう。この時にどこを修正するのかというと、必ず一番上を修正しましょう。なぜかというと2番目から下は全部間違ってるので、必ず一番上ですね。ここをしっかり合ってるようにすれば、それをオートフィルするだけなので、必ず一番上だけ修正すると思ってください。数式がずれちゃったという時は必ず一番上だけ正しく修正してあげれば全部が直るので、一番上だけを修正するというふうに思っておいてください。そしたら F の2番を押しましょう。そうするとですね、ここは合ってますよね。この青いところと赤いところ、100点もボーナス入ってます。で、今回はこの100点ボーナスのところが動いてほしくないので、赤いところの G4 が動いてほしくないです。なので G4 の G の4の間、ここにクリックをしましょう。そしたらですね、ここ縦線が入ったと思います。この状態でキーボードの F の4を押しましょう。F の4、1回だけ押します。F4 を押すと、このようにドルマークがつきました。そしたらですね、エンターキーを押しましょう。これ他のところをクリックすると変な風になるので、エンターキーを押しましょう。そうするとこんな感じです。今の段階だと変わった様子はもちろんないんですけれども、これをオートフィルしていきましょう。そしたらですね、ここの部分をクリックしてダブルクリックしましょう。そしたらですね、全部100点が追加されてます。見ていきますね。
このように F2 とエスケープ押しながら見ていくと、この G の4、動いてないのがわかると思います。これが絶対参照です。このドルマークをつけるというのが絶対参照で、ドルマークがついてない、この青いところですね。これが相対参照というふうに言います。相対参照というのは特に何もしなくてもなっている状態なので、言葉としてあんまり使わないんですけども、絶対参照は自分でつけないといけないので、よく絶対参照忘れてるとか、ドルマークつけ忘れてるとか、そういうふうに言葉として使うことがよくあるので、絶対参照という言葉は覚えておきましょう。本当によく使います。この絶対参照を知らないと、普段仕事で使っている時になんか全部ずれちゃうというふうなことが起きてしまうので、ここは絶対に忘れないようにしておきましょう。最後におさらいをすると、相対参照というのはドルマークがついてない、オートフィルをするとずれるパターンのやつが相対参照で、絶対参照は F の4番を押すとドルマークがついて、そこからオートフィルを押しても動かなくなるというのが絶対参照になります。